え、こんにちは、こんばんは。え、ノーカットの編集でお送りしています。ペンカインタック今日も情熱かチャンネルのニュースのトラガオから3時間目の大学の講座となりました。はい、ちょっと、コンテンツですね。まさとこの情熱かチャンネルのニュースのトラガオ、障害学習の大学の講座としています。今日はちょっとのんびりと一時回ってますね。お昼前ですけど、今日はゆっくりしています。 3時間目ですね3時間目1時間目は1時間と2時間目は今兵庫県の地域についての、えー、話題豊富ですねコンテンツがありましたのレポートテストでしたけど3時間目はこの、えー、今ウクライナ戦争ロシアウクライナ戦争についてのこの、えー、レポートテストとなりますはい、えー、なかなかそういうことを生涯学習のロケ防止、えー、また、えー、この ブラサチャンンンネルといいうコンテンツで頑張っています、えー、なかなかバズりませんけど、えー、はいそんな感じでお送りしています。えー、インタクライブですね一人のおしゃべりなかなか一回聞いて、えー、よく聞いて、えー、考えて発信するっていうのもなかなか、えー、あの 優秀な生徒じゃないですね。情熱かさチャンネルの一回こ聞いて、えー、見逃しますね。えー、大学講座もそのぼ録音して、えー、まあこれ何回か見れば動画同じ再生してみれば分かりますがそこまではしてませんのでコンテンツですね。大学の講座も一回聞いてメモして、もうあれですね、えー、別に私も大学時代録音 <laughs> しないですね。1回聞いて 聞かなかったらもうおしまいですね。えー、この、ね、レポート提数は上がっんですね。はい。今日も、えー、そういうコンテンツで、楽しいコンテンツしか、ちょっと問題もあれですけど、こんな、えー、コンテンツで、自治問題ですね。情熱かさのチャンネルで、えー、お送りしています。はい。えー、このタイミングで、マサトの YouTube チャンネル登録を、ね、よろしくお願いいたします。ではいきます。マサトです。えー、こんにちは、こんばんは。あ の方の編集を請けます。この一分間いただ今日もジョネスカサチャンネルのニュスントラガから、ロシアエンド北朝鮮ガチ感動だ。ロシア弾道ミサイルでの、えー、核動画ツーもこの完全にスルーされる。北朝鮮兵ロシア人大学生に集団暴行の方も十万人増加の可能性もということで、えー、お送りしていきたいと思います。いろいろとこの。えーえー この段階になってきましたですねもう話は余談に進みますけど本当にもう,うープーチンによるこの信じられないですね信じられないっていうかこのえこのもともとこの2014年のこの えーこのプーチンの,このクレムア一方的な併合そしてドンバスの部分戦争今回の全面戦争もう11年目ですから、えー、このプーチンはあれですね、えー、ソ連が崩壊してプロフチョフスは亡くなったですね、えー、このエリチンがこのロシアの最初の大統領です次に KBG 出身のプーチンにこのエリチンが自分の,この大統領をるあと身の安全を保障するというか。 罪に問わないってことですねで、ことで完全にプーチンがこの登場した記載ですその時に西側は警戒したけど本当に警戒が頭に当たりましたですね。日本も完全に安倍元首相が下関で退団しましたけど完全に騙されたっていう感じですね。えー、とあれは何かなカラフとかサファリーのこのあれですね、えー、経済協力で何か名前忘れましたけどそういう流れで完全にこの。 日本で言えばこの、えー、鈴,鈴木さんとかこの北海道でかな、えー、佐藤守さんそうとかこの、えー、あれかなえもっと NHK の誰かなという完全なし、えー、新ロ派ですねそういうのに本当に、えーえー、日本のこのマスコミっいうかその一部がこの ど歯がありますけど私もあんまり、えー、自治問題は詳しくありませんでしたけど2022年ですね2月24日のこの全面戦争のこの映像がショッキングでしたですね、えー、このミサイルが飛んでくる映像をこの徐々にこの関心が私もあってこの YouTube で取り上げるようになりましたけど、えーこのその えー、この小泉先生とか東大の先端の技術ですそしてこの、えー、もっとこのもっちゅうか、えーえー、ですね防衛研究チャンネルさん、えー、防衛研究防衛研究所のこの杉谷杉谷正雄先生さんでしたかね今は本所に移動してこの、えー、表からあ表に出てきませんけど「鬼、え、滅、ー」機密ですね「鬼滅の問題国家鬼滅の問題」 重要な部署にいますので前,、えー、前までよくマスメディアに出てきました杉谷杉谷さんかな高橋さんかな高橋,さん高橋杉雄さんですかね。がもともと核がこの専門の分野ということで、えー、それでもなんかこのウクライナンの状況について適切なコメントということで一躍マスコミで注目を浴びて、えー、この防衛の基本の 本も出されてみたいですけどちょっと私もまだ拝読してないですけど拝読したいなという一冊ですけど、えー、今回この、まあ、大,大きなこの中国が台頭してきてそして、えー、バイデン政権が誕生,誕生時のタイミングにこのプーチンがこの、えーえー、ウクライナの全面戦争を仕掛けたということで。 プーチンはこのテレビで放映されてましたですねこの軍事特別作戦にこのロシアの幹部がどう思うか賛成か反対かっいうこと本当に一人ずつ読んでからそういう、うん、プロパガンダではないですけど映像がこの私も、うん、見ることができましたけど今回もあれですね情報戦はすごいですねこのプーチンはこの今回も情報戦いろいろとこの、えー、ナラティブ ロシアのストーリーですね、世界大戦とかいろいろこの私も客観的に見る必要がありますね。かといって、この、えー、ロシアのこの今回の件についても完全に、えー、この甘く見てはいけないですけど、えー、きちんと客観的に見る必要がありますね。えー、ちょっと再度、本題に、えー、だいぶこの、えーえーえー、ジョネ先生の本題から逸れていますので、本題に戻していきたいと思います。はい ななかなか出 <laughs>、ねはいえー、この情熱片チャンネルのニュースのガ側から、えー、ロシアエンド北朝鮮カウントロシア弾道ミサイルでの核どう喝も完全にスルーされる、えー、北朝鮮兵ロシア人大学生に集団暴行の方も10万人増加の可能性もということで今回。 いろいろこの全面創造になって、この前式大統領は頑張ってますね、なかなか最近はもう必要率、支持率かな、もう低いということで、もう次回大統領があればもう再、再選、再出馬はないということで、ざるじに死が有望されているよく。 ことをよく僕談さんまあ旧在住在住の僕談さんからこうの動画かを拝聴されますけど、えー、側近とここにいるってことで一役この、えー、ゼネスキー大統領元この役者ですけど頑張ってますね、えー、もう四年四年三年ちょっとなりますね旧、えー、がとインサンで陥落アメリカもゼネスキー大統領に政府に国外亡命、えー 亡命政府とかいろいろしましたが頑張りましたですね。えー、この三二、えー、月に二十四日に進行してまあ三月にまあロシアは諦めてこの四月からドンバスの部分に切り替えてますけどその間でブチャン大虐殺等がやってますねそういうことでということ,というか、えー、本当にえその二十四か二月二十四日千二千二二年ですね。 えー、ウクライナの四方からですねブッチャーイジュムあたりイジュムそして今のハルキウかなハルキウ、えー、ヘルソン南部も全、えーえー、面侵攻してきたですね特にヘルソンは本当に内部通報もあってクリ,ミア、えー、クリミアあたりからクリミア半島から、えー、もう一気にこの。 残念ですけど内通者があったってことでヘルソンはもう陥落して、えー、アゾフ海もだいぶ粘りましたけど、えー、あのルハンツクスのセベランドネスクもだいぶ粘りましたけどバックートも粘ったですね。えー、プレコジンのワクナーによるこの もう人海戦術でこのウクライナも頑張りましたけど下がったですねセブランドネツクもル、えー、ハンスク州の彼氏とも頑張りましたけどウクライナも1日200名以上の,この戦車が出るということでゼレンスキー大統領も撤退しました、ね、セブラドネツク、ディスタンシクですねバクムットそして今回あ今年かな初め3月かなアウデディリカそしてウベダールも撤退しましたですね。 えー、反転攻勢でこの,、えー、このハルキウの上ですね、えー、このイジュームそしてこのリマンですねイジュム特にこの、えー、ロシアの戦車とこのウクライナの戦車が撃ち合いをした映像が結構強烈でしたけど、えーえー、この,この頑張ってこのヘルソンの西側ですねヘルソンの西側でも一気に段階しましたけどその後、 えこの西側の支援も、えー、本当にもうは歯がゆい感じでこの最初のバイア,バイアクタル、えー、レオパルト2そしてエイブラムスそして F16 とこのストームシャドウ、このエイタクムスとかなかなかもう3年超になりますけど、えー、もうボクターさんがもう、えー、この言うようにこのローマ帝国時代の遣唐使の戦いですねどっちもどっち 日本にとってはこのあれですね、ロシアの戦力が削られることはいい、日本の安全保障にとってはいいことですね、日本もこの北方領土を返してないですね、それでもうクレム併合、一方で、本当にロシアは本当に、あ、え、て、ーえー、にこの独裁、えー、権威国家ですね、シーベリアこの第2次世界大戦、このやルた会談じゃないですけど、その歴史のあれですね。 2層あれかな不可侵条約を破棄してそういう流れですね完全に武力でこの北方領土をこの取って住民を追い出してそういう歴史の流れからまだまだ解決してないです完全にロシアの崩壊で、え日本に持ってくるべ日本に帰ってくるっていうか私の個人的な考えですねそういう。 プーチンえー、本当にソ連崩壊したけど今度はロシア崩壊ですねということで、えー、このアフガニスタン侵攻でソ連崩壊しましたけど今回のこの、えー、この全面戦争でロシア崩壊ですねそういう、えー、2025年にはロシア経済は厳しいということで、えー、完全にこのトランプさんが出てきてこの、えーえー、プーチンは。あ 人は安心したというかこの、えー、無理やり停戦させられるウクライナはもうそうはさせまいということでいろいろ今回、えー、もうヒートアップしてますねそういう流れに、えー、感じ取りますけどいろいろとどうなるかこの最後の挙げきですねプーチン、えー、この、えー、本当に <laughs> もうあぜんとこの。 ロシアのこの恫喝、プロパガンダ、この戦略ですね、ジャイベリンを撃ったら核兵器、そしてこのレイ・パールとクルミアを撃ったらこの核兵器、えー、そういう,う,う散らかせていますね、レベルを上げて、そして、えー、もうクリクス、もう侵攻されてるのに核兵器どころか、えー、北朝鮮に頼っていますね、北朝鮮に頼って。 えー、この兵器もお軍隊もすべて頼って、えー、結局ウシラではこの、えーえー、中国そしてこのインドもそれぞれ西ヨーロッパも石油ガス本当に、えー、この資源ですねで完全に、えー、この大国ソ連ロシアという大国に、えー、なかなか それも国連の常任自治国、そしてこの、えー、核兵器を持っているこの大国ですね、実際そういうハリボテかも分かりませんけど、インド、おトルコもそうですね、遮蔽と、そして、えー、トルコ対イランですね、イランですね、間違えましたイランで、そしてトルコも、えー、なかなか、えー、この西側の思わないこの陣営は特にルシアに。 なんや,ねんやまだまだ、えー、抜け道がありますね経済この制裁抜け道がありますけど、えー、このロシア経済金利が21%昔ロシアの,このソ連時代のこの配給性という国民性もありますけど、えー、この田舎の貧しいこの 若い青年がこの、えー、1年間で亡くなったらこの医師を働けるということで、えー、そういう、えー、社会的なこのロシアの構造もありますねこういう中で。 私はちょっと考えられませんけど、完全にこのロシアの,このナラティブ、ロシアのあれに気をつけないといけないですね。この日本では特に鈴木室さんやこの、えー、っとこの佐藤守さん、この池上彰さんという中国のロシアですね、ロシアのナラティブ、そういうのに警戒しなきゃいけないですね。アイスダイブルがさっきコメントしましたけど、えー、きちんとこの客観的なコメントを出してますね。ジョネさんの方からも色々とコメントを出して してますけどそういうことで私も、えー、覚えていきたいと思いますはい、えー、最後に大負けになり合いましたけどレポートテスト今日も不可かな <laughs> はい、えー、最後に確認して本題に確認して終わりたいと思います チャンネルのニュースのドラ顔からロシア北朝鮮カウントだロシア弾道弾ミサイルでの核統括も完全にスルーされる北朝鮮兵ロシア人大学に集団暴行の方も10万人増加の可能性もということで中国北朝鮮は兵もしてますけどどんなのか注視していきたいと思いますマサートですマサートの YouTube、うん えー、チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いします。今日はゆっくりおしゃべりして出したい気味ですけど、マサトの YouTube チャンネル登録もお願いします、えー。また、聖書を学びたいというお友達も募集していますのでよろしくお願いします。次回の1分間の時でお,お,お,お会いいたしましょう。マサトでした。レッツ・パッションプレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。